ボクシングヘビー級予選メダルへの最初の登竜門でしょうか。日本でも喉から手が出るほど欲しいボクシングの金色の輝き、その輝きに手を伸ばすのは和製ドウェイン・ジョンソン。予選最初の相手はオーストリアの赤鬼モラー。鋼の背中はまさに筋肉のキャッシュレス決済。赤コーナーからの入場です。そして来ました、頭に乗せたワンちゃんは愛犬トマホーク。国籍はギリギリ日本、殴るぶん殴るぶんぶん殴る、暴力の三段活用、日本原産ハリウッドモンスタージョヌソンであります。さあメダルに向けてまずは1勝。相手のモラーはヨーロッパでも屈指の暴れん坊、小学校を中退したという伝説もありますが、いきなりのラッシュ、息をつく暇もない。素晴らしい連撃がモラーの顔面を捉えている。打ち上げ花火の裏右ストレート、その花火を下から見るか横から見るか、私は顎から。たった1分でダウン。これがジョヌソンの並外れたパンチ力。立ってしまったというべきでしょうか。大丈夫か、息はあるか。待っているのは苦痛の国上地獄。さあ連撃は、悪夢は終わりません。このジョヌソン、相手の攻撃を全て受けつつそれでもなお勝利するという、日本に国籍がないこと以外は完璧な横綱ボクサー。この怒涛ラッパーモラーがボールのように跳ね回る人間リフティング、完全におもちゃ扱い。ここはトイザラスだったのか。壊れてしまうモラーが意地で立ち上がりますが、もうどうでしょうか。立っているのがやっとという状況。あー、血も涙もない。立つのであれば容赦はしない。ここでカウンター、それは握手じゃのアリンコ。壊れてしまった。日本足で歩くブルドーザー、リングという土壌を破壊し尽くした、なんという男だ。この肉体と拳の危険度、まさに東京アラート、祭りでも地祭りだこれは。しかし残念ながら体重差によるルール違反のため、ジョヌソン選手の失格という判定が出ております。当然でしょう。倒す拳でも殺す拳でもなく楽しむ拳、入るべきはリングではなく檻の中。非常に残念な結果となりました。